岩渕友君。日本共産党の岩渕友です。今日は高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分場をめぐる問題についてお聞きをいたします。北海道の寿都町と神恵内村で最終処分場選定の第一段階となる文献調査が始まりました。9月上旬、畑山和也前衆議院議員と寿都町に伺って住民の皆さんとの懇談を行ってきました。で、町長がですね、文献調査への応募検討を示した直後のことになります。で、その懇談の中では、東京に住む孫から最終処分場が作られたらもう遊びに行かないと言われてショックを受けたとか、子どもや孫、そのずっと先の世代まで10万年も最終処分場を残すことは許されないなど、不安や怒りの声が参加された方から次々と寄せられました。で、同時にですね、懇談会に参加をしたいんだけれども、周りの目があって参加できないと、こういうふうに言われたなど、町民に分断が持ち込まれる、そういう事態にもなっています。で、立地調査の流れの中には、住民の意見を聞く場はありません。で、町民の意見が分かれて、納得が得られていないにもかかわらず、文献調査への応募が行われて、認可されたことに怒りの声が上がっています。で、周辺自治体はもちろん、道内の自治体からは、一次産業や観光への影響を心配する声、北海道には特定放射性物質を受け入れ難いとする条例があり、その考えを遵守すべきとか、文献調査は当該市町村の判断だけで受け入れることが可能なのは問題だなどの意見も出されて、同漁連が断固反対と知事に求めるなど、市民団体なども含めて、反対慎重な検討を求める声が上がって、それは今も広がり続けています。で、道内の世論調査では、両町村での文献調査の実施に反対、どちらかといえば反対と答えた方が7割近くにも上る状況となっています。で、文献調査は、期間を2年として、20億円を限度に電源立地地域対策交付金が交付をされます。で、寿都町は文献調査を受け入れる理由の一つに、コロナ不況、町財政の逼迫を挙げています。で、神恵内村はですね、隣原発が立地をしている泊村に隣接をしていて、1984年から原発交付金を受け取ってきました。で、11月11日、北海道議会の決算特別委員会で、我が党の増田典子道議がですね、1984年から昨年までの36年間に、この神恵内村が受け取った原発交付金の額を確認をしました。そうしたところ、約56億円というふうな答弁がありました。で、神恵内村では、この電源立地地域対策交付金を活用して、どんな事業が行われているのか、で、その事業の概要を見てみますとですね、毎年のように消防士とか保育士、保健師の人件費に充てられているんです。で、他にはですね、小中学校の改修工事などが行われています。で、原発交付金のない自治体は、同じ事業に地方交付税を充てているわけですよね。で、神恵内村が電源立地地域対策交付金を活用して行った事業費がどのぐらいになるのかお聞きしたいんですけれども、2007年度から2019年度までの総事業費の合計はいくらになるでしょうか。資源エネルギー庁、松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。行政文書を通じて確認できる範囲でお答えすることになるものですから、その範囲で申し上げますと、2014年度から2019年度まで、これが文書保存期間でございます。この期間において、神恵内村が電源立地地域対策交付金を活用して実施した事業の事業費について申し上げます。総額約6億円、うち交付金充当額は約 5.8 億円であったというふうに認識してございます。岩渕友君。はい、こちらでは調べて、2007年度から2019年度まで の総事業費の合計っていうのは、16億2947万4376円になるんですね。で、これに対して15億円以上の交付金が充当をされています。で、2007年度から19年度の13年間でこれだけの額っていうのは多いなっていうふうに思うんですね。っていうのも、神恵内村っていうのは、財政規模が年間約20億とか21億円なんです。で、文献調査は、
わずか2年で最大20億円が交付をされるということになりますので、この20億っていう額がいかに破格の額かっていうことが分かると思います。で、人口減少に苦しんでいる自治体は全国でも多いと思うんですね。で、そうした自治体が巨額の交付金に頼らざるを得ないという状況になっていることを示しているんだと思うんです。で、これは自治体の財政を歪めることになってね、これで本当にいいのかなという思いがあるんです。で、大臣は、これまでの話や、実態を聞いてどのように感じられたでしょうか。武田総務大臣。コロナ禍でなくても地方の財政状況っていうのは全国的に厳しいのは先生ご承知だと思います。で、その中において我々はその財政の調整、そしてまた保障機能というものをしっかりと充実させるために取り組んでいるわけでありますけれども、その上においてそれぞれの市町村は自らの財政を立て直すための事業計画というのを独自に立ててもらう、これは健全の姿だと私は考えているんです。それはさまざまな分野があるんでしょうけれども、先生ご指摘の、鴨江内村の皆さん方はそれは地方自治体として自ら考え、自らのビジョンの下でそうした施策に講じているものと承知しておりますので、これに対して国がですねどうこうということを地方自治体して言うべきものではないと考えております。矢渕智君。財政難に苦しんでいる自治体が、自治体にですね交付金で国策を押し付けるっていうやり方が、自治体も住民も苦しめているっていう実態があるんですよね。で、核のごみの最終処分場をめぐって、増田道議が金銭的手段によって誘導するような最終処分場の決定というのは問題があると思うけれども、どう受け止めているかと質問をしたのに対して、道は科学的特性マップの合意形成を図ろうとする印象があると答弁をしています。で、交付金を前面にして合意形成を図ろうとする国のやり方は、原発マネーに依存をせざるを得ないような状況を作ることになります。で、これ、東京電力福島第一原発もまさにそうだったんですね。で、原発事故後、避難を強いられた住民の方々は、こんなことになるんだったら、原発なんてない方がよかったと、こういうふうに口々に語っていたことを忘れられません。で、鴨江内村は人口約820人の村なんです。で、直近5年間で100人を超える方が減少しています。で、原発マネーがあれば、人口減少など、地域の抱える問題を解決できるということにはなってないんですよね。で、電源立地対策にかかる交付金、補助金がこれまでどれだけ交付をされてきたか、いわゆる電源三法が制定をされた1974年度から2019年度の総額はいくらになるでしょうか。資源エネルギー庁、松山事業長。お答え申し上げます。こちらはさまざまな交付金ございますものですから、財務省のホームページで公表されております特別 会計決算参照書によりますと、1974年度から2019年度までにおける電源立地対策のうち、今日本日配布されております資料に記載されました10の交付金および補助金について申し上げますと、その総額は約4兆円であったというふうに認識してございます。岩渕智君。資料をご覧ください。4兆円を超える額が、すでに電源立地対策として配られています。で、東日本大震災で被災をした東北電力の女川原発2号機は、6割から7割の県民の反対があるにもかかわらず、知事と立地首長が再稼働に同意をしました。その女川町も11月25日付の毎日新聞で、原発マネーが町の歳入の1割超を占めているというふうに報道をされました。で、日本学術会議は内閣府原子力委員会から高レベル放射性廃棄物の処分に関する取り組みについて審議依頼を受けて、原子力発電をめぐる対極的政策についての合意形成に十分取り組まないまま、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定という個別的課題について合意形成を求めるのは手続き的に逆転しており、手順として適切ではないとして、核のごみを一定以上増やさない総量管理や、独立した第三者による公正な政策討論の場などを提言をしました。で、核のごみの処分方法が定まらないままに、原発を進めてきたツケを自治体に押し付けるやり方、
自治体の財政難につけ入って、巨額の交付金で最終処分場に応募させるというやり方は許されません。核のごみをめぐる処分政策は転換するべきだ、このことを強く求めて質問を終わります。はい。